塩白塩白は古代から使用されてきた白色顔料で、素性は塩基性炭酸鉛ニプブコ酸 p b 2である。現在では油彩用顔料として使用されている。油彩のモデリング等において活躍する。成分である鉛が触媒として作用し、転色剤である完成油の酸化重合を促すこと、絵の具化に際して要求される油量が少ないため油の 影響を受けがたいことなどの理由で乾燥性が良い。塗膜の上塗り及び仮層に対する接着性が良く亀裂の発生も少ない。この性質は塩白の結晶が板状であり塗膜に相状に配列することによると考えられる。カドミウムイエローやウルトラマリンなどと混色しても大抵は問題を 起こさないが、硫黄化合物と混合すると、黒変の可能性がある。水性絵の具では、異成分を遮断できないので、水性絵の具には適さない。毒性があるので、長期にわたる皮膚などからの摂取には、注意を要する。クレムニッツジロとして、有名な塩パクは、クレムニッツ法によって得られる。しかし、絵の具化すると、チューブの中で素流となる。また、白色度も最高ではない。 新しい製法として、1955年頃から電気分解法が日本で採用されるようになった。99.998%という純度の高い電気鉛を使用し、電解液中に炭酸ガスを吹き込み、電気分解を連続操作で行うなど、近代設備でコントロールし製造する。この塩泊は金質で白色度も高い。国産塩泊絵の具を支える顔料である。 ホワイトリードとも言われる。塩白の発色は人間の美白肌の色彩として大変に美しく見えるため、絵の具としてはルノワールなど女性の肌を描くのに多用した画家が多く、用の東西を問わず人間が肌に塗るお白いの発色成分として用いられていた。当然毒性からの中毒者も耐えなかったが禁止されてもなお使用され続けた。絵の具材料 ハンドブックホルベイン工業技術部編中央、口論美術出版社1997、4ISBN48 億550万2878、絵画材料辞典ラザフォード J ゲッテンス、ジョージ・エル・スタウト著、森田久志の分け美術出版社1999、6ISBN42 億5425万2439。ありがとうございます。